ユニーファミリーマートホールディングスとドンキホーテホールディングスは資本業務提携することで基本合意したと発表しましたユニーファミリーマートホールディングスの子会社で総合スーパーを運営するユニーの株式の4割をドンキホーテが出資するということですまたユニーの6店舗をドンキホーテの業態に転換し 2018年に新店舗を開店するほか、一体型店舗の導入も検討しているということです。近年、ディスカウントストアやドラッグストアなどとの競争が激化し、総合スーパーは苦戦しています。ユニファミリーマートホールディングスは、ドンキホーテとの提携によって若年層の集客を高めるほか、外国人観光客などのインバウンド市場への対応など、 ノウハウを活用することができるとしています。株式の譲渡は今年11月を予定しています。